三茶女郎は、江戸、吉原の遊女の階層の一つである。揚げや入りはせず、その家の二階で客を取った。太夫、孔子女郎の次の階級で、梅茶女郎の上位。安永頃、太夫、孔子が炊いてからは最上位。後に、呼び出し、中三、付け回しに分かれた。太夫、孔子の家であり、梅茶の上。三茶とは、抹茶や引茶のように茶葉を引いて、 粉にしたものを言い、昔、通常飲むお茶は、茶葉を袋に入れて、それを湯の中で振って抽出したが、三茶はそのまま湯を足すだけで飲めるため、袋を振る必要がないイコール振らない、イコール客を断らないという意味で、三茶女郎と呼ばれた。昼飲み上げ台、太三十七問目、孔子十六問目に次いで三茶は、木に一歩であった。ホラボ円には、 孔子は、太夫の次、京都の天神に同じ、大孔子のうちを部屋に構え極助郎より、一時はもったいをつけるつぼねに対して、紛れぬように孔子という名をつけたり、極助郎を一日の要戦二十問目なり、ただし、漢文年十三茶というものができて、ようにも同じく百問目になる。極の構えへ要は表に投げしをつけ、うちに三尺の子にはあり、極の広さは九尺に、奥行き二軒、 あるいは六尺なりとあり、状況の江戸見上げ話には、近頃より三茶と言いて、多遊合子より下津方なる女中あり、大臣なるは揚げ屋にて三回し、それより及ばざるは三茶の二階座敷にて楽しむとある。形成食ゃ未戦は三茶とは振らぬという心なり途中する。かご耳によれば、振るというは茶を立てることというから、茶を散じるとは振らないことになる。 ホラボー5円にはまた、漢文五年、丘より北り主遊女は、未だ針もなく、客を振るなど言うことなし、去れば行き張りもなく、振らずという意味で、三茶女郎と言いけりとある。三茶は、こうして、遊女の階級となった。法暦頃から、三茶は、中夜上げ三分となり、中三と呼ばれるようになり、後に、三茶の名は、スタレ、中三がこれに変わった。 明和五年、古今吉原大前には、三茶居はゆるいまの昼三のことなりとある。ただし、吉原再建には天命、完成の頃まで三茶の名が見える。安永頃、太夫、孔子が絶いて三茶が最上になった。ありがとうございます。